皆さん暑すぎて夏バテしてないでしょうか。<laughs> 大丈夫ですか。さあ、えー、旅から帰ってきたホーリー先生。そうですね。はい。アメリカに行って、うん、アメリカまずどこに。アメリカ最初サンフランシスコ。サンフランシスコ。スコその次にこれはプライベートですけど、うん、石垣島に行って、はい、そのさらに後に、うん、今日ちょっとお話ししますけども、はい、ニューヨークにちょっと行って。 <で>ニュース行ってきままししたでね、はい、後ほどどお伝えしますけど、はい、飛行機に乗るのはそんなに嫌いではないんですけどあ、はいろいろこうねいろんな航空会社に乗るといろいろ面白いなとかそういうのもあるし飛行機の世界は楽しいなって思う今日この頃飛行機使用ずに変えようかなと思う <laughs> 今日この三 3, 3週間ぐらいで3つ行ってるんですよねそ<う>海外行くとまず、まあ、アメリカ、まあ、ヨーロッパもアメリカもそうですけど海外行くと基本的にほら普段車乗ってる人だけどそれいと行くと車乗らないじゃないですか、うん、ビールはすごく飲みますよね お酒ね何、うん、かしらでその行くと向こうに人いろんな人に会うんで、うん、会うとじゃあ飲みに行きましょうってビール飲んでじゃ,あじゃあその後はじゃあとは地域によりますけどウイスキー飲んでとか、まあ、沖縄だったらその青森飲んでみたいな話になるので、はいはい、それはまあ美いしくいただきますけど、ね、じゃあ東京にいる時よりお酒が飲めるとなので皆さんあの夏は飲み過ぎに注意したほをがいいと思います。 オーリン高い機能、携帯しようぜ 今回ご紹介する端末は NTT ドコモ OptimusWidL05E まずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ 131mm 幅 63mm 厚さ 10.5mm 重さおよそ 132g4.5 インチ HD 液晶 720×1280 ドット Android4.2 搭載 c p u q u a r c o m a p q 8 0 6 4 t 1 7 g h z q u ットコア内蔵メモリー ROM 32ギガガム2ギガバッテリー 2100mAh オートフォーカス対応有効1320万画素カメラがメインサブは140万画素マイクロ SDXC メモリーカードとなっております今回はオプティマスの最新機種をご紹介ですとっても細身のコンパクトボディに新感覚ディスプレイを搭載とっても触り心地が抜群ですスペックも充実で 昨日もバッチリ全部入りのオプティマスをぜひ見てください携帯ピックアップです今回の端末はこちらです NTT ドコモドコモスマートフォンオプティマスイット L05E でございますカラーは補色展開でございます、はいはい ホワイトとそしてブラックというということで、えー、オプティマスイットをね、うん、あのご紹介しますけれども、はい、ドコモのスマートフォン今年の夏モデルの中ではアクオスフォンのちっちゃいのがあるんですけども、はい、まあそれと並んでいわゆるコンパクト系のうちの1台と 1>、うんはい、で実はオプティマスイットっていうのは去年夏モデルで出たオプティマスイットがありますけれども、はい、それのまあ後継モデルというか、うん、2013年バージョンという感じです。はい、かかなななりパワーアップしていいいるのででで、うん、非常に完成度の高い端末ではないかなととうことで、はい こちらをご紹介したいいと思います、はい、まずその、まあ、大きさの話もあるんですが、はい、ま前の去年の、ね、どんなんでしたかっていうのをちょっとお見せしておくとこんな感じでですここれ印象的でしたねこのピンクコンパクトながらもかなりハイスペックしかも去年の夏は各社 CPU が調達できなくてみんななかなか発売されなくて出たのはいいんだけどすぐ初期ロットで終わっちゃったみたいな時にずっとガンガン出し続けたのはオフチマスでしたということで、はい、まあ非常に安定してると。うん いうことで、でそれがこんな感じになりましたということの、そですね。はい、比べてみると、でまあ大きさ的に言うとこんな感じで一回り大きくなってます。基本的にこのディスプレイがあってその下のところにこうね。 こういういキーですね,ね、はい、戻るホームとメニューキーのこの3つのキーが去年のモデルもこういう形であったので去年のはタッチセンサーでプリント式で今年のは、えー、同じようにしタッチセンサーにはなってるんだけども実はここのところはメタルの埋め込みになってるんですごくかっこいいんですよね。なな<え>なかなかかううううまくでできて,るかなっていいる感感じじすね、まあ、こういう感じのモデル、はい、今年のどこの夏のラインナップってねやっぱりそのツートップが非常に話題になっていて、はい、まあその話が非常に多いんですけども、うん、一通り各社のモデルをですね見てみると分かす わかるんですがみんなですねワイドなんですよ、うん、非常に幅が広い で実は一番幅広さんはですねギャラクシー S4 さんとですね r o ゼ e n x さんこれ7 0ミ約 70mm ありますこちらは幅 63mm63mm だからやっぱそういう意味では小さすぎず大きすぎずジャストというサイズに入るそういうことですゆきちゃんの手で持つとまあすごいしっくりきますよでしょっていうぐらいねやっぱこのこういう絶妙なこのサイズ感っていうのがやっぱあってうまくまとめられてる感じがします実はこれってディスプレイイサズ がまあ4.5インチなのにもかかわらず幅が63なのでいかにこの辺頑張ってるかっつうのは一番よくわかるのはここの幅なんです、はい、ディスプレイの幅のところとボディの幅のこの合間これがどれぐらい狭いかっつうのは結構腕の見せ所でこれはもうかなり頑張ってる感じですね、はい、あのでまあちょっと極端な例ではあるのだみんながみんなそうではないんだけどもパネルのことですね部品的に言うと液晶パネルとボディって別々なものなので、はい。 パネルのことをちゃんと分かっているメーカーさんじゃないとなかなかここのところを追い込んできっちりしたサイズにその幅を狭くして驚愕部品に作るのって結構難しいので、ね、LG さんってやっぱり、ね、ディスプレイはあのー、まあ世界トップクラスのメーカーさんなのでまあそこはやっぱ分かってるのかなって気はしますねはい,はい実はこのコンパクトボディでありながら、うん、実は全部入りお全部入ってるワンセグお財布赤外線、はい、が防水、うん、でさらにノ、えーティビーさらに言うと 実は奥だけ充電も倒してるおすごい で当然ね防水はコアはキャプレス防水なので、はい、これは非常に便利かなというところでー実はチコンパクトながらもちゃんと中は全部入ってるとあとまあそれからそうですねさっきお話したそのディスプレイですね、うん、まあ LG といえば IPS 液晶のメーカーさんとして知られていて IPS、はい、まあ,、まあ、あの液晶にはいろんな技術がいろんな方式あるんですけども、うん、最も高画質うちの一つ,つということで非常によく知られている、うん、まあそこを作ってる LG のパネルを使ってるんですが、はい、今回の、えっと、オプティマスイートは去年まであるいは従来の 若干違うのが実はこれよく見ると分かるんですけどこれ実はあのここね微妙にこのガラスの部分だけ少し浮いてるんですよ膨らんでるそう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 これが、えっとまあ、フローティングディスプレイと言われていて、はい、この膨らみを持たせることによってディスプレイを正面から見た時にこの映像が少し浮いたようにして見えるのがあ<ー>まあいいところではないのかなともう一つそれには理由があって、はい、えっとこれはまあ実際にタッチした時の感覚にもまあ影響されるんですけどゼロギャップ プタッチっていう新しい工法で作られていて、うん、従来はスマートフォンのディスプレイって液晶のパネルがあったらその上にえっとまあ、タッチパネルのフィルムを重ねさらにガラスを張ってるんです、うん、タッチパネルのフィルムとこの実は、えー、液晶パネルの間が通常はだいたい空気が少し入ってるここですねここ,こ,ここね各社は今こうやって貼り付けてできるだけこう まあ、ロスを減らしてダイレクトにターンを触った感じにしたいんだけども、うん、なかなかそれができるのはやっぱり液晶に慣れてるメーカーさんってことになっちゃうんですけども、うんえー、実は今回のは正面のカバーガラスとタッチパネルのフィルムをまあ一体化しています。うん でそれを液晶パネルに貼っつけてるのせてるので、うん、液晶のパネルに直接触ってる感じがするぐらいすごい近いんですよ操作してても非常にレスポンスもいいしダイレクト感があるんで非常にここはよくできてる立ちパネルのレスポンスは多分一にを争うレスポンスだと思いますね、うん、それから、えーとまあ、基本的な機能のとこではあるんですけど、まあはい、カメラなんかもかなり頑張っていて三、うん、3 2メガのカメラを搭載してると、はい、で、えー、シーン別設定とかで撮影シーンの設定ですねポ、うん、ートレートとか風景とかスポーツとかクパターン 8パターンがご <laughs> 用意されていてそれを選んで撮影することもできますし当然 HDR とかノイズリアクションの効いた撮影もできますと。うん、でまあいろいろネタはたくさんあるんですけども、はい、ゆきちゃん的にこう、うんまあ、ありなのかなっていうのはあれですね、えー、ビューティーショットスマートフォンのカメラで撮るものってまあ食べ物とか風景とかもあるんですけど、うん、やっぱ多いのは人を撮った時に、えー、人肌を検知して。うん えー、人肌を取るんだってことでそこの部分は、えー、っと自動的に補正をかけて美しくきれ、はいに、まあ、ビューティーショットつぐらいですから綺麗に撮ることができます、はい、それからあとまあよくやるあれですけども、えーまあ、タイマーとかで撮影するのもありますがこれはボイスシャッターが使えるんで「はい、チーズ」とか「スマイル」から「撮ります」っていうのもあるんですけど、はい、もう一個あのこれはね LG さんうまいなと <laughs> LG っていうとあのそれでいいなのでそれでまあやってんのかな。はい、その他にも タイムキャッッチショット、えーうん、これはあのシャッターボタンを押す1秒間前まで遡って要するにあの誕生日とかで、うん、あのろうそく吹き消す瞬間の前から撮り始めてて「うん、ではい OK」って言ったらその1秒前ちょうど消すシーンのところが撮れるっていう、ね、ころができますし、はい、VR パノラマですねパノラマをこう撮影するんだけどこの向きだけじゃなくてこう,こ,うこ,うこう上の向きとかも撮れて、うん、こう周りの風景をこう絵を作ることができるっていう、うん、VR パノラマですとか。はい まあ、あと、えー、ライブスナップショットこれは、えー、動画を撮ってる最中に静止画を一緒に撮る機能とか、はい、当然高速列車なんかもできますとで実は、えー、とこの端末でその他にもいろいろネタはあるんですけど、うん、例えば、えー、まずですねあのこ,うこういうその、まあ、ホーム画面にこういうふうにアイコンが並んでますと自由に変えることができます。うん、でこれを例えば、はい これ今ブラウザがここにアイコンありましたね。はい、このブラウザのアイコンを例えばさっき写真撮ったんでゆきちゃんの顔写真というのかに変えたりとか。えー 撮った写真の画像を要するに写真とか例えばペットを撮ってそれをアイコンにしちゃうこともできるしお友達の連絡先とかをショートカットとか貼っとくできるやつなの画面かそこは例えばホーリーさんはこの顔ですダルソエスさんはこの顔ですみたいな感じで顔写真を貼るみたいなことも一応できなくはないんでこれもこれも割とね不思議な機能ではあるんですがアイコンをロングタップするとですねここの上にこういう形でピロッとこうなんか。 筆マークみたいなのをもう一回ペってやるとですねカスタマイズの画面になりますと今このインターネットのアイコンブラウザのアイコンこれになってるんですが、うん、他のものに変えることができますいろんなものにねしかもこれ変えるだけじゃなくてサイズも変えられる大きくなるアイコンマークがあります、うん、でこれを押してもらって大きくすると本当だ大きくなりましたで大きくなってこのこのマークをすると <laughs> 面白い このますすす、ねはいい<と>いいですいいで,すでさらにもう一つですねこれ壁紙皆さん結構いろいろ壁紙を変えられたりすると思うんですけ、ね、ど、はい、で Android はライブ壁紙とかもあったりするんですが、うん、結構今回の頑張ってるのはこのシーズナルウォールペーパーという機能があってこれは季節とかイベントに合わせてデザインされた壁紙が表示されるとちょっと今壁紙を変えたんですが夏なんでこんな感じでですねお魚がいたりとかもうかこれ何、はい これ飛行機なのかな飛行機いますねカニもいたりしますけど、うん、こんなアイコンがこう並んでるのはこういう出てきます、はい、基本の壁紙はこれ15日ごとに切り替わるそうなんですけどもでも15日ごとに変わるんですね、はい、バレンタインとかクリスマスとか、うん、そういったそのイベントがあるタイミングではちょっと違うのが出てきて、うん、こんな感じのものが出てきます ちょっと今日付を無理やり動かしてこうやったんですこんなのもあります。はいととね、こういう形でえちょっと違うそのお楽しみの方法論もありますそれからえっとそうですねもう一つはロック画面についてはえっと解除をするときにいろいろあのねあの鍵のアイコンだけタップするとかいろいろありますけどもちょっとエフェクトもあって例えば「木の葉」っていうのにしてあるんですけどもこんな感じで葉っ,葉っぱが周りに石図こう出てでこうやるとベーってやるとロックが解除されるみたいな感じなんですけどこっちはあのこんな感じで。 とこうだけどこう広がるとこんな感じでこれいくつかパターンがあるので、ねはいえー、基本以外にもえっ、ー、と葉っぱインクしずくホワイトホールフラフプ風なんかあるんですけどもうこういうのをやってもらってまあ楽しむこともできますし、はい、当然メニュー画面も、えー、カスタマイズできます。それからえっ、ー、と前の オプティマス G プロあたりでも、はいえー、搭載されていた機能で、えー、例えばブラウザを起動している最中に「カレンダー」ってやってカレンダーをここに重ねてこうやって表示して<う>で<う>このカレンダーをこうね重ねてこういう形でカレンダー表示してカレンダーを見るでまた次ブラウザを見るとかっていう使い方もできます。今度はは電電卓卓ををを表示して、はい、えー、じゃあちょっと電卓を例えば450円を 15個買うといくらですかみたいなほど計算をできますみたいな感じでこんなことができます。旧スライド。えからあとカメラを撮って旧トランスレーターという機能があるんですけども、これこれはあの辞書の機能を使っているんですけども、辞書のアプリを起動します。で、そうすると辞書のアプリ起動するとですねこんな感じで起動するんですが、右下にカメラのアイコンがあります。うん。ありますね。このカメラのアイコンを押します。そうするとカメラが起動します。このカメラでわからない文字の をにカメラで合わせています。出張の <laughs> お土産に買ってきたですね。<上> <laughs> アーモンドクラスターって書いてあるんですけどもこれじゃあこれをちょっとユウちゃん持っていただいてですね。<laughs> いい<よ>これでこう例えばここでこうそういうことですね。はいはいはい。ここでこうやってアーモンドってあたりをこの辺でいいようなアーモンドって合わせるとはいアーモンド出ました。たアーモンド、えー、バラ科の h a r d その果実または実。<ー>これ今英語やりましたけども。 あの他のものも当然できますんで、カメラをうまく使って手をしてるんだそ。そうです。じゃあ44カ国語対応だそうなので。はいうん 海外旅行なんかに持っていくとかまあ英語圏は比較的読めるけどじゃあフランス語でドイツ語でとかいう話だと読めないししかも入力する手間がないのがいいですよね。もともと読めないものを入力するここと自体ががが頭んらっちゃうんだっていうこともあるのでそういう意味では入力の手間がないってのは非常にいいのでこれは例えば海外旅行行ってレストランとかで分かんないこのメニューのこれ何て読みでねってやってみて分かるっていうのがあるのでぜひ試していただけるといいのかなという感じがします。いそししててに関は wps 対応です、うんえー、画像編集は別途アプリを用意してください着、はい、信拒否は登録会のみできます出雲、はいえー、は搭載されています、うんえー、ところでかなりあの全然ですからねそうなんです、うん、で全部入ってこのサイズ感なんでよくできてるというかう完成度高いというか凝縮されてるというかよくできた端末ではよ、うん、ね惜しいなってとこがなさそうな気がしますがはいそれでは続いてズバリいいところ悪いところですはい。 ではいきましょうずばりいいところ悪いところいいところからいいとこ尽くしな気がしますがはいじゃんいいところでございますいきましょう美しいディスプレイそして実は全部入りシーズンウォールペーパーは楽しい ディスプレイに関してはもうこれはあのトップクラスといって間違いないですし<ー>本当に綺麗なんで、うん、かけなしで、えっと、多分今現状でディスプレイで言うと、うん、LG さんのこの IPS のこのディスプレイと、うん、シャープのイグゾーっていうのは多分本当に二強なんだろうなっていう、うんうん、まあ,あ,の液,晶あの液晶の技術の世界の人たちの話の中でもやっぱりこの2つはすごく評価が高いので、うん、端末に載せてもやっぱ、まあ、まあそうだよねっていうのはよくわかりますね。はい 今回はそのガラス面をこう,うまく乗せてこう少し浮かび上がせに見せてる演出なんかも非常に効いてるので楽しく見れるのかなとあと、まあ、こういうボディサイズでありながらちゃんと中は全部要なもの入っているとそうです、ね、あれがなかったこれがなかったのは絶対ないということで。うんうん まあ、安心して使えます。はい、から、えー、シーズナルウォールペーパーに関してはこれは、まあ、新しい取り組みだと思うんですけどもアンドレイドは、まあ、あんまり最近あの壁紙壁紙って言わない携帯のは結構言ったのにんなんか意外にスマートフォンで言ってないんですがだけど確かにね昔思い返せば「カシオのペンギン」みたいな壁紙の楽しさってやっぱある、はい、わけなんで、ねはい、そういう意味ではこうイベントごとにいろんなものが用意されてる壁紙っていうのは結構ありなのかな。すぐ楽しめるという意味ではは、まあ、これは ありなんではないのかなという感じがします。はい。はい、悪いとこね、ありますかね、いきましょうか。はい。お願いします。じゃん、いきましょう。悪いところです。あるかな。どうでしょう。はい。はい。こんな感じで。じゃ,じゃーんええー、二色しかない。うん。手堅いデザイン。ちょっとバッテリーが不安か。お、そうですか。こう。本体のこの周囲にこのフレームがついてるので。うんうん あんんまり真っ黒真っっ黒白感がないんですメタルのフレームが入ってる分、うん、全然このインパクトは違うので、うん、ただこっちこのブラックの方なんかもかなり大人っぽい感じ男、うん、男の子男性の性いいです、うん、でホワイトもただの真っ白ではないので、うん、えっと年齢層はかなり幅広く、うん、男性も女性も持っているだけるデザインなので両方ともすごいきれいにまとまっているんですけど、うん、前回のモデルでこれをやってることを考えるとですね <laughs> <laughs> もう一個欲しかったかなっていうのは、ここのね、そう、もう一個欲しかったかなって気がします。うん、で、デザインもやっぱり全然ちょっと手堅い感じで、うんうん、あまりこう悪いが強くね、これはまあプラスでもあるし、うん、あのまあマイナスというにはあれですけれども、なんかその。 パッと見た瞬間このフレームがオプティマスイットなんだっていうふうに思えば、うん、そうなんだけどそれは持ってる人はわかるんだけど、うん、そうじゃない人は、うん、それなにみたいな感じにしちゃうし下手すとここにカバーなんかつけちゃった日にはここの部分を隠れちゃうんでう,で、ね、うんみたいなとこあるんですけど、うん、あとバッテリーに関しては,はしこれはあのまあ容量的にですね、うん、今回のこの端末が 2100mm です。はいでまあミリ不足はないです、うん、あの全然不足はないですただ ヘビーに使うとやっぱりさすがの2100でも辛いことはあるので一応充電はちゃんとしてくださいねとでまあ置くだけ充電もできるし、えっと、キャップ開けなくても充電ができるんで、うん、そこはうまく使ってくださいとでなんでその不安かもっつったのは他の端末でやっぱり3000とか出てきちゃってるんで,で、えー、まあ今日後でちょっとご紹介しますが次の、えー、この LG の新しいフラッグシップのモデルも3000だったりするんで、うん、まあそのクラスから比べると少ないですよということなのでコンパクトなボディの中に全部を凝縮して入れてます だから、えー、そのことを踏まえて使って下さいっていうことなのでんちなみに他のモデルと違ってこれは最近ではあまり多くはないんですが。 いわゆる電池パック形式なのでもし困るんだったら電池パックを別個によく買ってもらってもいいしもちろんモバイルバッテリーを使うっていう手もあるのでそういう使い方をすればいいのかなというところで大丈夫だと思うんだけども過信はしないっていうことででもまあかなり完成度は高い端末正直不満があんまりないと思いますないかもねそんな感じがしますけどは お店で触っていただいて、あちなみにですね、前回でございますが、すでにもう発売されておりまして、こうあの好評ご発発売してございますので、ぜひおおセッお買い求めになれた方はセットでお買い求めいただけるといいのかなと思います。まあちなみにプライベートで白。そうです。はいあの男性も女性も持っていただける白を使っております。はい。ぜひ皆様セットでね、お店で見ていただければと思います。はい。 行ってきました、はい、今回はハウトゥーの代わりにニュース行ってきました、はい、さあホーリー先生どこに行ってきましたかユーロックに <laughs> あの先ほどもちょっとお話しましたが<で>、えー、行ってまいりました、はい、これは何の、うん あのー、LG まあ今日あのプティマさんまし、はい、LG さんのグローバル向けのモデルで G2、うんえー、という商品がニューヨークで発表会が行われるグローバルの発表会が行われるということでそれを見てきましたす、はい、でもうに経済物資の方には速報記事が上がってるんですけれども G2G の2番っていう意味なんですけども、うんまあ、この実は G というブランドネームを今後うん、うん、LG さんとしては使っていきますと。うん すで、まあ、にあのオプティマス G あの路線で、えー、これからは G, G シリーズということで、うん、ハイスペックハイエンドのモデルは G という名前でやっていきますよと完全に LGG2。 の今回の商品名ってことになります。この先まあ順調にいけばね、G3、G4、G5 出てくるのかなって気はするんですけど、まあまあそれがどういうペースなのかわかんないですけども、で今回のモデルはまあいろいろ特徴があるんですけれども、あの一つはあのさっきちょっとゆきちゃんにもこう写真をねお見せしたりしたんですけど、デザインが実はすんごい綺麗なあの商品なんですよね。高貴たかみたいな。実はあの今回の端末の特徴はですね、通常普通こう端末って 側面に大概ほらキー、うん、ボリュームのキーがあって,あって電源キーがあってみたいな感じ,じゃないですか。はい、これ実はなくしました。はい、うん、なくすってどんな感じなんだろうと思ってましたんですけど。サイドキーなし。ちょっとボリュームの、音量の調節とかするじゃないですか。うん、どうするんですか。背面につけました。カメラのちょうど真下のあたりに、はい。 実はシーソー型のボリュームと真ん中にキーというまあものをつけて、それで基本的に操作をします。だから使い始めるときも背面のピッと押せば、それで使い始めるボタンキーが押せば。で、なんでここに来たかっていうと、皆さんスマートフォンで電話してて大概ほら、うん、そういうことなんでしょうね。うん、ここにあれば、まあ自然に操作もできるし、電源入れる電源とか要するに画面をオンにするときも、まあここであれば右引きであろうが左引きであろうが、うん。うん 基本的に指の長さの距離は変わらないわけなので簡単に操作できますよねまあそういうユニバーサルデザイン的な観点から見ても非常にうまく作られているモデルと。ディスプレイは5.2インチフル HD なんですが5インチオーバーなんですが幅が7 0 9ミリで。 まあ言うてしまうとさっきちょっとお話ししましたけど今年の夏モデルで5インチにいくかいかないかぐらいのモデルの最高,最高クラスがいわゆる7 0そうで今回のは5.2インチで7 0ミリで当然そのさっき言いましたけどサイドキーがなくなくっているのでで非常にスリムですだからあの薄い板みたいなフラットな板っていうかこういうね まあ山なりの板っていう感じのデザインになっているのですごく薄い端末に仕上がってた感どうですけど薄さ8.9なんでもう非常に持ちやすい今日もちょっとお話ししたこの液晶のここのところの幅狭角縁0.1インチだ。本当にギリギリのところにしてるんですよね。っていうぐらいの仕上げ方になったりとか特徴だから画面の,その本体の全面とにかくディスプレイでかいと。 いう感じでしかもボディはちゃんと絞り込まれた、はい、でそれだけで済まないのは今回のネタで今回のこの事実発表会、うん、LG さんをおやりになったんですがここにはなんとクアルコムのスナップドラゴンの責任者の方がいらっしゃいました、うんはい、スナップドラゴンの800というですね <laughs> まあ、こ,この次の世代の一応まあ、最も速いやつこれを、えー、多分ねこれ世界初総裁だと思います。 他社 3G のモデルとかなんか出てるっぽいんですけども、はい、800の LTE アドバンスト対応のモデルという意味で言うと初搭載ということなんですが。 えまあ最強の CPU が QUAD の CPU が載ってると、うん、これもすごいと。はい、でカメラに関しては1 3 0 0万 o で実は今回は高額の手ぶれ補正デジタルで処理するんではなくて、うん、ちゃんと中のモジュールのところでものの本体の動きに合わせて手ぶれ補正ができるような仕組みがあったりとか、はい、意外にこれはね今までなかったなと思ったのはオオーディオ、うん、今までも MP3 とかいわゆるそのオーディオいくつか m p 4とかいろいろありましたけども実は今回普通16ビットなんですけども24ビット 122kHz のツの HiFi オーディオとかいろいろネットオーディオとかいろんな言い方をしますけどちょっと高音質のオーディオを、うんえー、聞くのが最近ちょっと流行ってるんですねうん、うん、こういうのにもまあい,いち早く対応しましょうということでこういうのが機能になってますと、うん、でさらに割とよくお話を聞くのはこう使ってますと、うん、で子どものお世話になら子どもにムービー見せようって入って渡そうとするとうん、うん、なんか知らない間に触っちゃってなんか設定変わっちゃったとかうん、うん、誰かに電話しちゃったみたいなことがあと非常に困るということで、うん、ゲストモードっていうのが用意されていると、うん、はい のでえー、実はゲストモードはロックパターンを、えー、と親が使う時と別なゲストモードのーえーものを用意してるので子供のパターンで外したら子供用のモードとしてゲ,ドゲストモードとして使えるとそうすると動画とか、えー、は使えるんだけども、うん、そこで勝手に電話したりとかそういうことはできないようにしているという<ー>こういうのが用意されているということで、まあ、かなりその中の使い勝手の部分も含めて作り込まれているので LG のフラグシップこれ、まあ、もう気合い入れてきましたねというのがよく分かる端末でした。うん オプティマスの方でもおっっししゃってましたけど、はい、で実はですねバッテリーに関しては、はい、そのさっき言ったサイドキーをなくしたことによって、うん、デッドスペースみたいなのができてたのを、うん、これをうまくこう周囲にこう広げることによってサイドキーでも、ね、場所がなくなりますから、うん、その分エリアは稼げるので、うん、実は、うん、で3000ミリままでいってます、はい、個人的には最近見た端末の中では結構かなりグッとフる端末でした。は 国で G2 が発表ということなので、うんはい、アメリカ市場と、うん、あとそれから韓国で、はい。えー 発売にになななるるるんんんですすが日本はのかかしらて思っっったりりもやぱけどいとちうまだドコモの場合ね普通に考えれば LG さんが今まで出してきたのはドコモさんと au さんなんでまああり得るかなという気はするのでドコモは過去たくさん今回のモデルもこういうの出してるんでありえると思うんですけどドコモの場合一つはツートップ戦略っていうのをやってるので僕らはさんざんこんなふざけたことやってんじゃねえよってさんざん言ってるんですけどドコモが言うこと聞かない場合はですね あのもしかしたら入んないってことはないと思うんですけども、うんまあ、もしかしたら違うのかなって気もしなくはないしあ,<ー>まあ,ありえるかもしれないあるいは逆にこうその2トップとか、まあ、3トップとか4トップとか知らないけど、うん、そのトップのグループに入ってるかもしれないし、うん、だから順当な流れからいけばどこもん出る可能性は十分考えられるだろうけれども、うん、アメリカでも売りかの、えー、韓国でも無理ということを考えると当然他のキャリアも十二分に考えられるし例えば CDMA 方式っていうことで。 言うってことも当然あり得るだろうし、ソフトバンクは何であり得るかと、まあもしかしたらそのアメリカでスプリントで売ることを考えるんだったら、じゃあソフトバンク持っていくことは当然あり得るわけだし、どれも可能性はあると思うんです。ただまあ順番から言うとまあまあまあ普通に考えればまあドコモさん可能性が高いのかなってがしますけど、今回発表されたモデルはえっとグローバルのモデルなので、積み線は一応あるんですけども、ワンセグとか当然日本所有のものですがありますので、お財布も入っていませんと、まあ NFC は入ってますけれども。 っていうところなのでこれがどうなってくるのかっていうのがまあ非常に重要なとこだから個人的には非常に出てほしい端末ですねという感じでですねアクセル全開できた端末って感じで、ね、あのまあハイスペック追求するとこんな感じみたいな今年の冬来春へ向けてのま,あまあ一応期待のモデルということで LGG2 です、ね。はいはい だからこそニューヨークでは他の物物ものもしたししんでしょうか自分お土産はですね、はいあのー、こんなものを買ってきました。でこれは、あのー、何かっつうとネクサス7の新しいモデルです。<ー>こんな感じの端末です。で今ちょっといくつかコンテンツがちょっとだけ入ってますけど、まあ、こんな感じでオーム髪はこんな感じですね。 こういうい感じ日本語じゃん日本語です海外ものですけどちゃんと日本の、うんえー、いわゆる俗に言うとこのテレックというかちゃんと日本の認証も通ってますね <laughs>、はいえー、これ w i f i モデルですけれども、うん、日本でも使うことができる仕様として、うん、え向こうでも売られてましたんで見ていただくとわかんないですけどこんな感じでちょっと薄,薄,い,薄いよ本当に薄いですよ詳細なスペックはままたあのいずれれご紹介しますけれども、はい 一番個人的にこう僕的にですねこう響いたなと思ってるのはこのサイズ片手でこうやって僕の手で片手で握れるサイズの中にフルエッジデーっていうのは確かにスマートフォンのフルエッジでもいいんだけどもこれのフルエッジデーっていうのはのウェブページ見ても携帯ウォッチ見てもあるいはその新聞系見ても今月えー国内でも販売が開始されるらしいのに確証はないですよ <laughs>、はい。 らしいので皆さんもちょっと店頭でもし見かければあの楽しみにしたいただける。どこでいくらだったんですか？えっと300ドル来たと思います。290いくつターだと思いますけどもはい。新しい機能も載ってるんで非常に楽しいと思います。はい。いいぜひ皆さんも楽しんいただけるといいのかなっていう話はおまけの方で本ちゃんの方のまあ実の出るのをちょっとお楽しみに待ちたいと思います。アシスタントとしては元気に帰ってきていただいてよかったよかったお土産もありがとうございました。 E はい、全部入りで今日 G2 の話をして LG さんの,そのグローバルなモデルのお話をしましたけども今ってこの前実は NEC さんがねそのスマートフォン撤退しますよみたいな話があったりとかして日本のメーカー海外のメーカーみたいにいろいろ話はあるんですが結構ですねやっぱ僕 LG さんのこの o p t i m u s e a これ実は日本のユーザーのことをよく考えて作られてる。でそのさっき言った全部入りもそうなんですけどちゃんと実はここにストラップの あのもちゃんと用意されてたりするんですよ。ねはい、やっぱすごく日本のお客さんのその気持ちをうまくこう考えてどうしたらそのこう役に立ちますかみたいなところ考えて作られてるんで、はい、僕は結構押せるポイントではないのかなと。実はハイスペックな。 だけど、優しいし、楽しいし、面白いから、ぜひ女子に持った。あ、そうです。そうかす。そうでだから、ちょうど2年ぐらい前の端末を買って、あるいは1年半ぐらい前でもいいですけども、その端末を買って。ちょっと失敗したかなと思ってるような、あの男女とも含め。まあ、アンドロイド 2. 点ペケの頃の人たちは、買い替えるので、できるだけ。こうストレスなく使えるのがいいなっていう意味で言うと。これは割といいポイントだよね。ということですよね。あとはカラバリをもう一個。本当欲しいですね。はい。あの、ぜひ。 えー、皆様お店でですね、うん、触っていただいて、はい、あの、この。タッチの感じいい。いい感じなので、はい、ぜひ試していただければと思います。はいはい